ファゴットのチューニングについてお話ししたいと思います。ファゴットってどうやってチューニングするんでしょうチューニング感ないですよね。そう、実はファゴット、チューニング感がないのです。なので、方法が、まあ、いくつかあるんですけど、一つは、ボーカル。買った時に2番と1番、2種類ついてたと思うんですけど、1番のボーカル。